淡田神社は、京都府京都市東山区淡田口地下寺町にある神社。平安時代、聖和天皇上岸18年春に、神議館並びに、恩苗領より、この年隣境に、閉鎖やりて、秋には薬病を大いに民を悩ますと天皇に、創上された。そこで、直ちに直が発せられ、全国の諸神に、お供えをして、 国家と民の安全を祈願された。その際、十五以上、では守る藤原沖雄は、直使として、監視人議員者に七日七番丹生を込めて、祈願された。その漫画の夜、沖雄の枕元に一人の叔父が立ち、何時すぐ天皇に伝えよ。栄涼を痛められること点に通じたる。我を祀れば、必ず国家と民は安全なり、と告げられた。沖が、 このように言われる神は、いかなる神ですかと尋ねると、おじは、我は、大名無知の神なり、祇園の東北に、聖騎所あり、その地は昔、五図天皇に縁ある地である。そこに、我を祀れ、と言いて消えました。お清は、夢とは思わず、死になりと朝廷に創上し、直命により直ちにその地に社を建ててご神霊を、お祭りした。また一説には、 高尚天皇の別れである阿波田氏がその地を治めていた時に、氏神として当社を創建したとも言われている。旧社名は、関心院神宮、阿波田天皇宮と称されていたが、明治になり、阿波田神社と改称された。八坂神社と同じ祖三なる村、大名討ちの命を祭神とするところから、関心院神宮と呼ばれていた。 呂の七口の一つである淡田口に鎮座し、古くから旅立ち守護の神として、数形を集めており、現在でも旅行に出発するに最新絵馬を奉納したり、お守りを買い求める人がいる。旧社名は、関心院神宮、淡田天皇宮と呼ばれていたのが、明治になり、淡田神社と改められた。五祭神は、左座の八大王子命は、須佐農村の矢柱のおこであり、 ヤシマジヌミジン、イタケルジン、オオヤヒコガミ、オオヤツヒメガミ、ソウツヒメガミ、シュゼエリヒメガミ、オオトシガミ、ウカノミタマガミとされる。淡田祭で用いられるみこし10月の体育の日、前日に行われる夜あたり、神事、体育の日に行われる、新校祭、10月15日に行われる、霊大祭を総称して、淡田祭り、または、淡田神社大祭、または、または 淡田口祭りと呼ばれる。かつての霊祭日は9月15日。新仰祭には、剣保巡行と御子吐漁が行われ、淡田祭りの剣保は、祇園祭りの山鉾の原型と言われている。かつては、岡崎神社の岡崎祭と祭日が重なっていたが、やがて、岡崎祭りは、淡田祭と1日ずらして10月16日に開催されるようになった。 剣矛は御霊会に使用する細具であり、京都の祭礼に多く見られる。2012年時点で、京都市内には51社が剣矛を受け継いでいるという。淡田神社には、室町時代や江戸時代に制作された剣矛が、計18基伝わり、それぞれ長さ7から8メートル、重さ40から60キログラム、巨大な槍状である。祭礼時には一人の差し手が、 剣箱を垂直に持ち上げて運ぶ。京都で淡田祭りは、もう一つの穂祭りと呼ばれる。1996年までは、他地域から穂の刺し手を募集していたが、その後は、剣穂法参会の尽力で、地元出身の刺し手が増加した。2011年には一揆が新調され、鶴穂と名付けられた。2012年までには、淡田祭りに登場する。 剣箱が一基から六基に増えた。1717 17年頃に成立した、京都五百所向き大概覚書には、三越一気新高堂淡田口より三条黒谷、街道上へ二条通りまで、南前島津原宗門までとある。1959年の台風で壊れた拝電の屋根の修復費がかさんだことから、1960年から三越の巡行は途絶えていたが、 淡田祭りが始まってから1000年目にあたる2000年には、三越の巡行が復活した。1830年代まではねぶたを想起させる灯籠が存在していたが、その後途絶えたという。京都造形芸術大学の学生らがデザインを手掛け、2008年には、幅2メートル高さ2.5メートル奥行き3メートル程度の灯籠5基が復活した。淡田神社参道中腹。 東側に位置する抹社。刃物、丹夜及び、正雲、海雲の社として、製鉄の神である天の名一つの人と、東高三条正丹夜胸地下と田口東四郎、吉光を祀る。本神社が祀られる淡田口近辺には、大子東高が在住し、屋号は淡田口、あるいは三条通りに面したことより三条正丹夜とも、豪した。 平安鎌倉期にかけては三条昇丹や宗近、胸地下、淡田口、藤代沖地港等の名工を排出し、室町期には名工は見られないが、依然として名は高く、室町期の狂言、淡田口の題材としても使われた。ありがとうございます。